こんにちは、マーチ電機です。今回ですが、電気の短絡について解説していきたいと思います。で、短絡もしくはね、ショートなんて呼ばれ方もするんですけど、短絡っていう言葉はね、日常的にも使うかと思いますので、ご存知の方ね、多いと思うんですけど、じゃあ短絡っていうのはどうやったらなって、どういう意味があるのかっていうのまではね、なかなか知らない方も多いかと思います。そこで今回はですね、電気のこと全然わからないよっていう方でもわかるようにですね、図解等を使って電気の短絡について解説してみました。で、最後まで見ていただけば、短絡がどういう風に起きてどういったものかっていうのが分かりますので、短絡って何なんやろっていう疑問を持っておられる方はですね、ぜひ最後まで見ていただければと思います。では解説の方に移っていきます。はい、ではですね、短絡について解説していきます。で、まず短絡って何ぞやっていう話だと思うんですけど、短絡っていうのは電位差のある2点を抵抗が非常に小さい導体で接続されることを言います。で、短絡してしまうと非常に大きい電流が流れますので、感電はもちろん火が出たりもしますので非常に危険です。で、ただですね、突然電位差やの抵抗やの導体やの言われても、意味不明やと思いますし、わけわからんくなってるかと思いますので、このあたりの専門用語をね、図を使ってわかりやすく解説していけば、短絡ってこういうもんだっていうのもわかりやすいかと思いますので、このあたりをね、順番に解説していきたいと思います。で、まずですね、電位差について解説していきます。で、非常に聞き慣れない電位差っていう言葉ですが、電位差っていうのは電圧のことになります。で、イメージしにくいかもしれないんですけど、電気っていうのは電位の差、電荷の位置エネルギーを設けることで流れます。で、これではね、ちょっと分かりにくいと思いますので、この電位の差、電位差っていうのは滑り台の上から水を流すイメージを持っていただくと理解しやすいかもしれません。で、この図のようにですね、滑り台の上からバケツの水を流すと、水は滑り台の下に向かって流れていきます。で、これは高いところから低いところに向かって水を流しているので、水に下向きの力が働いて滑り台の下に向かって流れるっていうことになりますよね。で、電気も同じで、現実には無理なんですけど、滑り台の上からバケツにね、電気をいっぱい入れて流してあげると、電気は滑り台の下に向かって流れていきます。で、この時の電気を流した位置、あと電気が滑り落ちる位置、この差っていうのが電位差になります。で、電気を流した滑り台の上っていうのが、例えば電位100で、この流れ落ちた滑り台の下っていうのが電位0になります。で、この差っていうのが100になるので、電位差は100、ですので電気を流す圧力、電圧っていうのは 100V っていうことになります。で、これがね、電位差になるんですけど、身近なもので言うとコンセントなんかが分かりやすいかもしれません。家にもついてるね、コンセントは2つ穴があると思うんですけど、一般的にね、左側が設置側って呼ばれてて電位0で、右側が非設置側って呼ばれてて電位が100になってます。なので、家のコンセントは先ほどのね、滑り台みたいになってて、高さがね、設けられてるわけなんですよ。で、ここに、普段使ってる電化製品の電源コードを差し込むと、電位100と電位0がつながることになるので、電位の差が生じて電圧が流れて家電が動くっていう感じなんですよね。で、ここでね、昔僕が思った疑問があるんですけど、電位差のある2点をつなげてるので、家電つなげたら短絡するんじゃないのっていうことなんですよ。で、これは、短絡しないんですけど、なんで短絡しないかというと、普段使ってる電化製品っていうのは抵抗が大きいので大丈夫なんですよね。で、このね、抵抗の説明もしていくんですけど、まず先に導体についてね、解説しておきます。で、導体っていうのは電気や熱を通しやすいものを言います。銅とかね、アルミニウムとか金属なんかが代表的ですね。で、電化製品のね、電源コードの中なんかも開けてみると、電気を流しやすいね、導線なんかが使われてたりします。で、逆にね、電気を通さないものを絶縁体って呼びます。
身近なもので言うとゴムとかねガラスなんかが絶縁体ですね。まあ、の漫画のねワンピースに出てくるルフィなんかもゴム人間なんで絶縁体になります。まあ、空島のねエネルとの戦いを見てもらった方はわかるかと思うんですけど、エネルの攻撃ねルフィ聞いてなかったと思うんですけど、まあ、あればねルフィが絶縁体やからっていうことですね。でちょっとね話がそれたんですけど、まあ、絶縁体が電気通さないもの、まあ、それの反対が導体で、まあ、導体っていうのは電気や熱を通しやすいものっていうことになります。で最後に抵抗ですが、まあ、抵抗っていうのは流れにくさを表すものになります。まあ、皆さんがね普段使ってるイメージで言うと、まあ、病気への抵抗力とかですかね、病気になりにくいことかかりにくいことを、まあ、病気の抵抗力が高いとか言うと思うんですけど、まあ、電気も全くそれと同じで、まあ、電気の流れにくさを表すものを電気抵抗なんていう風に呼びます。で先ほどのね導体絶縁体ってあったと思うんですけど、まあ、あれを例にすると、まあ、導体っていうのは抵抗がね非常に小さいので電気を通しやすいっていうことになります。で逆に絶縁体っていうのは抵抗がね非常に大きいので電気を通しにくい通さないっていう風になっております。まあ、抵抗のね大小で電気の流れやすさっていうのは変わる感じですね。でここまで解説してきた、まあ、電位差導体抵抗っていうのを噛み砕いてねさっきの短絡の説明を見てみると、まあ、電位差のある2点っていうのは、まあ、例えばねコンセントの左右ですね、まあ、それを抵抗が非常に小さい導体、まあ、電気を非常に通しやすいものでつなげてあげると大電流が流れる現象っていうことになります。まあ、短絡っていうのはこんな感じになります。どうですかね、わかりましたかね。でもしねちょっとここら辺わからへんかったとかねイメージしにくかったっていうのがあれば、まあ、コメント欄でねぜひ教えてください。まあ、確認してね返答の方をさせていただきます。で最後にですね、短絡すると大電流が流れることになるんですけど、まあ、この電流がねどれくらい大きいものが流れるかっていうのを紹介しておきたいと思います。でこれはですね学生時代に習ったオウムの法則っていうのを使えば簡単に求めることができます。オウムの法則覚えてますかね。電気の電圧と電流と抵抗の関係を表したものになります。で今回ね電流を求めたいので、電流っていうのは電圧を抵抗で割ってあげれば求めることができます。でまず短絡してない状態、普段の状態の電流を出していきたいんですけど、で普段ですね電子レンジとかをコンセントに挿して使われてると思うんですけど、でだいたい電子レンジの抵抗が10オームぐらいあります。まあ、ですので家のコンセントは100ボルトが来てますので、100ボルト割る10オームで10アンペアという風に求めることができます。で続いて短絡してる状態の電流です。短絡状態ですので、先ほど言ってたみたいにコンセントの両端を抵抗が非常に小さい導体、この導線の切れ端とかでですね2つの穴をつないだとします。でこの導線の抵抗っていうのがだいたいですね 0.001 オームぐらいになります。まあ、ですので、まあ、先ほどみたいにコンセントは100ボルトが来てますので、100ボルトを導線の抵抗 0.001 オームで割ってあげると、まあ、なんとですね10万アンペアもの電流が流れることになります。どんなでかい電流流れんねんって話なんですけど、抵抗が非常に小さい導体をつなげてしまうと、まあ、これくらいねでかい電流が流れてしまうことになります。まあ、ですので短絡っていうのは非常に危険なものになります。でこれを見てね、え、じゃあ万が一短絡なんてさせたらめちゃめちゃ危険やんって思う方がおられるかもしれないんですが、まあ、家のね分電盤、電気の大元には普段より大きい電流が流れたら強制的に電気をね遮断する安全装置みたいなものがついております。まあ、ですので仮に短絡させてしまっても瞬時にね電気が落ちるようになっておりますので、安全対策の方は講じられております。まあ、とはいえね短絡させてしまうと一瞬はね大電流が流れることになり危険なことには変わりないので、まあ、絶対にね故意に短絡を起こすようなことはやめてください。本当ね危ないんでお願いします。はい、というわけでですね、今回は電気の短絡について解説いたしました。で短絡はですね電位差のある2点を抵抗が非常に小さい導体で接続されることで発生する現象になります。で短絡が起きると非常に大きい電流が流れて非常に危険ですので、
まあ、故意にね、コンセントの両端に物を突っ込んだりして短絡を起こさないように注意してください。で、小さいお子さんがおられる方はですね、まあ、子供がいたずらでコンセントに物を突っ込んだりすると怖いって思う方もおられるかもしれませんので、まあ、そういった方はね、コンセントにつけるカバーなんかが売ってます。まあ、100円ショップなんかでも売ってますし、まあ、楽天とかね、アマゾンでも買うこと可能ですので、コンセントカバーをつけて対策されるのがおすすめです。で、一応ですね、概要欄の方にリンク貼っておきますので、よかったらこちらの方も覗いてみてください。はい、というわけでですね、今回の動画はこれで以上になります。今後もですね、小難しい電気を分かりやすく発信していきますので、よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。じゃあねー。